福島民放社さんという新聞社さんが主催した福島からのメッセージコンクールというコンクールがございまして、一般の部で最優秀をいただいて、美島復興大使を拝命したわけなんですけれども、福島県で農業をやる身として、思っていること、感じていること、皆さんにお伝えしたいことを情報発信したいなというふうに、思っていた、福島ガーデンという庭園をですね、あちらの方々のご厚意によって、造成していただいて、そちらに植樹などを行ってきたんですけれども、まあ福島に住む身としてのその思いであるとかっていうことを、日本だけではなく世界の方にお伝えすることができたということと、で頭ではこういろんな方に応援していただいて、まあ思っていただいているっていうことは分かっていたんですけども、メッセージをですね、英文を英訳したものを英語でスピーチとかをしてきたんですけれども、それでお伝えすることができて、で一つ言ってよかったなって思った一言が、まあ、私たちは福島のことを忘れませんと言っていただけたことっていうのが大きかったですね。まあですので、私たちがここに住んでいる身として思っていることをお伝えすることもできましたし、皆さんからのその福島に対する思いもお聞きすることができたという意味では、非常に、ありがたい機会をいただいたなということと、その際に、中学生の復興大使と高校生の復興大使も行ったんですけれども、まあ若いその子たちがですね、まあ最初は当然戸惑いもありまして、初めての海外ということもあって非常に大変だったんですけれども、そんな中でもですね、いろんなその1週間という時間ではありましたけども、その一日一日成長していく姿を見て、まあ、英語のスピーチも素晴らしかったですし、まあ、子どもたちっていうのはここまでこう成長するんだ、で生き生きとして、で帰ってきてからもその一回りも二回りも大きくなった姿を、まあ、皆さんに見ていただけたということで、福島の未来っていうのは明るいなと。我々の世代ができることっていうのは、そういう子たちがこう誰はばかることなく夢を語れて、でいろんなことにチャレンジできる環境を整えることなのかなっていうことを、まあその大きく分けて2つのことが復興大使として活動させていただいた中で、まあ学んだことっていうふうに思ってます。